様々なバイク用品のレビューをお届けしているこのコーナーですけれども、今日ご紹介するのはこの RS 太一の EL グレードショルダーホルスター2です。バイク用品というとパッシブセーフティ、つまり何かあった際にライダーの体を守るという、そういった製品は大変多いんですけれども、アクティブセーフティ、つまり危険を未然に防ぐという、そういったバイク用品というのは大変少ないように思います。そんな中にあって、この EL ブレードショルダーホルスター2はそのアクティブセーフティを目的に開発された商品として注目すべき存在だと思います。これは実際に私がもう2年か3年ぐらいですかね、それぐらい愛用し続けている製品なんですけれども、今日はこの製品の特徴をご紹介しながらレビューをしてみたいと思います。一見するとこのように細長いワンショルダータイプのバッグに見えるんですけれども、実はこの部分にエレクトロルミネセンスという発光体が仕込まれていて、夜間走行の際にこれを光らせることができるんですね。それによって他の交通、他の車両などから注目してもらって事故を未然に防ぐ、そういった製品になっているわけです。実際にですね、これはワンショルダータイプのバッグとして使うこともできて、使い方としてはこのように頭からかぶって背中に回すという形になります。今日はまだ明るいので光っている様子が確認いただけないと思いますけれども、実際に夜間走行におけるこの EL ブレードショルダーホルスター2の光り方というのは、以前別の企画で撮影した映像素材がありますので、ちょっとそちらの方をご覧ください。はい、それでは製品の外観を説明していきたいと思います。かなり細長い形のワンショルダータイプのバッグとなっています。こんな感じですね。そして製品の裏側ですけれども、裏側はこんな感じですね。ちょっと寄ってみますと、このようにですね、メッシュ構造となっていて、長時間使用してもバッグが当たる背中が濡れにくいような構造となっています。このあたりはいかにも RS 太一らしい気遣いだなという気がします。はい、バッグの中身はこんな感じですね。ここに電池ボックス、そしてここにスイッチがあります。これによってこの EL ブレード、エレクトロルミネセンスの光り方をコントロールすることができるようになっています。若干ですね、このコードが邪魔なんですけれども、ただこのバッグの形状としてはとても使いやすく、まあ、世の中何かと長細いものが多いと思うんですけれども、私も厚いのが嫌なのでこのように長財布を使っているんですけれども、長財布、そしてこういったスマートフォンなどもきれいに収納することができます。はい、そしてこのチャックなんですけれども、よく見ていただくと分かると思うんですけれども、このようにですね、防水性に優れた止水チャックとなっています。そして使用されている生地なんですけれども、よく防水バッグなどに使用されている素材と同様のもので、ターポリンという素材が使用されています。裏側から防水テープなどによって加工がされている、完全防水の商品ではないので、激しい水濡れには注意する必要がありますけれども、軽い雨に降られた程度では中身の荷物は大丈夫というような防水性もある程度備わっています。そして実際のサイズなんですけれども、横幅が35センチ、そして縦が12センチ、そして厚みが6センチということなので、細長い形状ではあるんですけれども、実際には見た目以上に物が入ります。そしてもう一つ使いやすいなと思うポイントがこのバックルですね。このバックルは分離することはできないんですけれども、このようにレバーを起こして簡単に長さを調節することができるようになっています。自分の体に素早くフィットさせることができるようになっています。そしてバッグの片側ですけれども、このように蓋がついたポケット状となっていて、このように中を開くとメンテナンスの時など中のエレクトロルミネセンスのブレードを取り出すことができるようになっています。光り方を説明するために、エレクトロルミネセンスのブレードと電池ボックスを取り出してみました。このエレクトロルミネセンスのブレードですけれども、これはもう本当にペラペラのフィルム状の非常に薄い部品となっています。こちらフラッシュの方にスイッチをスライドさせると、このように点滅モードとなります。そして CON と書かれていますけれども、これはコンティニュアスの意味だと思いますけれども、そちら側にスライドするとこのように常時点灯モードとなります。そして RS 太一さんの説明によると、こちら側、この連続点灯モードで約7時間、そして反対側
この点滅モードで約15時間電池が持つことになっています。電池の持ち、そして他の交通から目立つという意味においては、この点滅モードが有利ということで、 RS タイチさんでもこの点滅モードを使用することを推奨しているようです。そして電池ボックスの中なんですけれども、このように炭酸電池、アルカリ電池2個で駆動するようになっています。ここで1点注意点があるんですけれども、充電式の例えばエネループなどは定格の電圧が 1.5 ボルトに達していないので光らないこともあるそうです。なので使用するときは基本的にはアルカリ電池が必要ということになっています。この点については充電式の電池が使えればもうちょっと便利だったのになという気もして、ちょっと惜しいなという感じがしていますけれども、まあ電池がですね、最大で15時間程度持つということなので、実用上には大きな問題はないと思います。この電池ボックスに関しては1点注意点があって、この接合部分ですね、電池ボックスとコードの接合部分、そしてコードもですね、それほど太いコードが使われているわけではないので、折り曲げたりとかすると断線の可能性があると思います。なのであまり用がないときはこの電池ボックスを取り外したりとかしない方がいいかなと思います。この EL ブレードショルダーホルスター2ですけれども、基本的な使い方の他にも、例えば明かりがあまりない場所で点灯してしまったというような場合、これが生きていればの話ですけれども、このように振って、後続車に危険を知らせたり、そういった使い方もできると思います。またですね、夜間になると、かなり明るく光るのがお分かりいただけるかと思うんですけれども、まあ、例えば真っ暗になってからキャンプ場に着いてしまったというような場合、これをちょっとした明かりとして使うこともできると思います。ということで、今日は RS タイチの EL ブレードショルダーホルスター2をご紹介しましたけれども、価格の方は定価でいうと7980円となっています。バッグとしてはちょっとお高めではあるんですけれども、混雑するお盆の時期を避けてこれからツーリングに出かけるという方も多いと思います。そういった際にはあまり明かりがないような田舎の道を走行したり、もしくは照明があまり整っていない地方の高速道路を走行する機会も多いと思います。そういった場合に実用性と安全性を兼ねて、この RS タイチの EL ブレードショルダーホルスター2を試してみるというのはいかがでしょうか。